またボーイング787のトラブルが。今朝8時10分に山口宇部空港を出発し、羽田空港に向かっていた全日空692便のボーイング787型機、愛媛県の上空を飛行中の8時25分ごろ、操縦士からコックピットで煙が出たと連絡があり、8時47分香川県の高松空港に緊急着陸した。上昇している間いきなり上昇している空港と違って、それプラスチックを焦がしているんです。 CA の方が大きな脱出と叫ばれて、一斉に皆さん上地から脱出シュートを押すという感じです。着陸して最初はわずかな煙だったんですけれども、止まった時点でもう真っ黒い煙がもう出ている、もう前が見えんぐらいな状態だったです。この飛行機には乗客129人、乗員8人、合わせて137人が乗っていたが、乗客は全員脱出シュートを使って外に脱出、脱出する際に数人が擦り傷を負ったという。このトラブルにより高松空港は現在滑走路を閉鎖。全日空は他のボーイング787-16機について今日の運航を取りやめ、点検を行うことを決めた。日本航空もボーイング787型機の運航を見合わせている。ボーイング787は全日空がおととし11月世界に先駆けて日本で定期便を就航、多くの注目を集めたが、その後トラブルが相次いでいる。今月7日にはアメリカボストンの空港で日本航空の最新鋭機が着陸後に火災を発生、さらに翌8日にも同じ空港で滑走路に向かっていた日航機の左翼から燃料が漏れた。9日には山口宇部空港で全日空機がブレーキ関係の不具合で欠航、また11日には全日空機の窓ガラスのひび割れ、13日には日航機の燃料漏れが続いた。今ボーイング787に何が起きているのか。これらのトラブルを受け、国土交通省が調査チームを立ち上げ、原因究明に乗り出した矢先の今回の出来事。